アナバル川は、ロシアのシベリア北部を流れる川である。レナ川の西、タイミル半島の東に位置する。北極圏の300キロメートル北のアナバル高原に、発し、サハ共和国の北西を流れて、北極海の一部であるラプテフ海の西端、タイミル半島の付け根の破綻川に注ぐ。流域は、中央シベリア高原の最高部を構成する、プトラナ大地に広がっている。 年平均流水量はおよそ500リッター、片メートル毎秒で、年の大半は凍結しているが、氷が溶ける初夏には、流量は激しく増える。アナバル川流域より東では、空気が乾燥しすぎていたために、最終表記の間も氷河が形成されなかったと見られ、このため、アナバル湾はロシアで一番東のフィヨルドと考えられている。 アナバル川の河口がフィヨルド由来の広い湾の形状であるのに対して、それより東の河川ではレナ川のように広大な三角州を形成している。アナバル川流域はアフリカ及びオーストラリア以外では最も大きなダイヤモンド鉱床の集中地域となっている。これらの鉱山によりソビエト連邦は世界最大のダイヤ生産国になり、 ロシア連邦になってもこの地域の経済をダイヤが支えている。ありがとうございます。